にちは、作家の青山奈々です。この度は一人日和の英語版出版をとても嬉しく思っています。ではこの本は何についての本なのかご説明お願いします。はい、若い人間がいかに自立をしていくかということを書いた作品だと思ってます。将来に、特に何の展望も持てない若い主人公が、遠縁の、71歳の女性と共同生活を始めるというところからお話が始まるんですけども、そう、世代も価値観も生活習慣も違う他者と春夏秋冬1年、暮らすという、そういう時間を通して主人公が彼女なりの、自立のなり方を見出していく作品です。この自立といっても、すごく力強い精神性、独立精神を持って力強く人生に踏み出すというよりは、自分に確たる、自信だとか展望とかを持てないまま、それでも恐る恐る自分の人生に一歩踏み出すという、そういうささやかな自立を描いた作品だと思ってます。2000年代の、東京の郊外の片隅に暮らしている、名もない人たちの暮らしの雰囲気を、感じ取っていただければと思ってます。この小説の舞台になった街は今も私が暮らしている街なんですけども、この作品を書いてから18年時間が経って、18年でだいぶ景色が変わりました。電車の線路が高架化が進んでいて、どんどん線路と家々地面との距離が離れていってますし、主人公が暮らしていた古い家は潰されて駐車場になってしまったり、それから駅の友人のキオスクもなくなってしまいました。なのでこの作品の中で主人公が経験したことは今はもう起こり得ないような時代になっています。なのでこの作品の中の景色というものは私にとってもとても懐かしい風景になっているんですけども、読んでくださる皆様の、2000年代それぞれ、暮らしていた街の風景と重ね合わせて読んでいただければと思ってます。はい、ではこの本をお書きになったご経験についてお願いします。はい、この本は私が、まだ20代前半の頃、大学を出て東京に出てきて1年ちょっと、の頃の時期に、書いた作品です。その頃の私はまだ東京にいることがすごく珍しくて、高層ビルだとか、通勤電車とか、お店の前の行列とか、こう東京に生きることで、そこで目に入るもの全部に驚いていて、新鮮に感じられていて、東京に来ていることがとても嬉しかった時期です。でも同時にまだ若かったので、これから社会人として一人前にやっていけるのかとか、作家としてやっていけるのかとか、とても不安ばっかり抱えていた頃でもあります。なのでこの作品にはその当時の私の、とても個人的な、そしてありふれた、喜びと不安が詰まっている作品です。なのですごく自分の個人的なことから始まった小さい作品なんですけども、幸い国内でもたくさんの方に読んでいただけて、それからこれまでいくつかの、外国の言語にも翻訳していただけて、今回英語版も翻訳を、して出版していただけるということで、すごくこの小さいお話が世界のいろんな言葉に、生まれ変わって、遠くまで飛んでいってくれることをとても嬉しく思ってます。